ドコモスタイルシリーズ回 -02B は富士通によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末であるドコモスタイルシリーズの端末2008年夏モデルの回 -08A やそのネーミングの原点である回 -02A の後継モデルで女性を意識したデザインとなっているそれぞれのボディカラーに合わせてカッティングを施したジュエルブロックを採用 決定キーにも、ジュエルカットボタンを採用しさりげない個性を際立たせた。また、背面には18種類から選べる、ブリリアントイルミ、キーにも7色から選べる、レインボーキーイルミを採用。ボディカラーや、待ち受け画面とコーディネートすることができる。リアカバーには吸水性、耐腐食性、耐薬品性に優れた、多硬質セラミック性、フレグランスチップを採用した。 フレグランスピースを装着したフレグランスリアカバーを採用。フレグランスチップは取り外しができ、好みの香水をつけてセットすることで香りを身につけることができる。なお、フレグランスピースがないリアカバーも同梱されている。カメラはメインカメラの有効画素数が810万画素に引き上げられ、回マイナス零8 a と同じくミルビューとモバイルを搭載。また、目を自然に大きくし、 肌の色をより美しく調整する美肌瞳強調モードも引き続き搭載されている。さらに、あらかじめ設定した顔を認識してピントと明るさを自動調整するサーチミーフォーカスや設定した笑顔旅になったら自動でシャッターが切れるスマイルファインダーを搭載。この2機能は連動させることもできる。その他、動きの速い被写体を追いかけてピントを合わせ続ける。 トラッキングフォーカスも搭載されている。IPX5、IPX7、IPX8 等級に対応する高い防水性能もあり、水深1.5メートル以内でのカメラ撮影も可能。また、IP5X 等級対応の防塵性能もある。また、スーパーはっきりボイス3を搭載し、相手の声が聞き取りづらい人混みの中でも聞き取りやすくなり、また、相手の声が ゆっくり聞こえる、ゆっくりボイスも搭載されている。カイマイナス A8A では、非対応だった GPS にも対応した。また、オープンアシストを、富士通製端末では、カイマイナス A3B とともに、楽々、本シリーズ以外の端末で、初めて採用しており、長い爪の女性でも開けやすいような配慮がなされている。なお、ラインナップにある、ホリホリゴールドは、 トータルファッションブランドホリホリスペシャルモデルである。特徴として、ホリホリオリジナル着せ替えツールが追加。キット箱も専用デザインを採用した。以下のアイアプリが購入時に端末にプリインストールされている。ありがとうございます。